どうも、ねずっちです。たまにはちょっとね、ジャケットも羽織ってみようと思いましたけどね。今新型コロナでね、世界的に外出禁止なんていう人もいる中、オリンピックの陸上銀メダリストのですね、アメリカのチェリモ選手の自宅でのトレーニングがですね、話題になってるというんですね。どんなのかというとですね、バスタブに洗剤をこう垂らしてですね、で手すりに捕まって、まるでこう滑るようにして走るというね、トレーニングだからランニングマシーンのように、使うということなんですけどね、これが非常に話題になってて、なんて素晴らしいアイデアだとかね、ついでにバスタブも綺麗になって一石二鳥だなんていうね、そんな声が上がってんですけど、だからこれ自宅のお風呂ですけどね、チェリモ選手、早くも戦闘モードに、なってるのかななんて思いますけどね、しかしこのトレーニング方法、名前なんて呼んだらいいですかね。バスタブで走ってるからね、まさに浴槽かね。まあとにかくですね、バスタブで足を鍛える、ついでにコロナも吹っ飛ばす。ねずっちです。ではまた。